浜松。もしもおそ松が占い師だったら。おそ松兄さん。おそ松兄さん、いる？あれ？いないの？ああ、もうたるい。おーい！高松兄さん！くそめんどくせえな。一番下まで来ちゃったよ。ねえ、帰りあの階段登るの嫌なんだけど。ああ、いたいた。おそ松兄さん、あのさ、誰？おお、ここに人が来るなど何年ぶりじゃ。もしかして、おそ松兄さん？その声、まさか、チョロ松か。ああ。なんと、トド松だというのか。違うけど。懐かしい声だ、ジュシ松。テンション含めて一番違うんじゃない？お前はきっと来ると信じてた、カラ松。殺すよ。じゃあ誰？一松。ああ、一松。何、おそ松兄さん。どうしたの？おそ松ではない。いや、だって、なんかもじゃもじゃしてるけど、俺と同じ顔じゃん。今のわしはもうおそ松ではない。おそ松の名は捨てたのだ。今のわしはそう、スロー松。あ？もしくはおそパイン。どっちでもいいけど。じゃあ、おそパインで。お前こそ何しに来た？ワンマツよ。俺解明してないから。おそパイン兄さん、なかなか出てこないから何してるのかと思って。なんと、このわしの身を案じてくれたというのか。ありがとう。ありがとう、一パイン。じゃが、わしはもう地上には戻らん。え？なんで？今のわしには新しい家族がいるのじゃ。あいつらを捨てていくことなぞとてもできん。ここ誰か人間いたっけ？そうか、地上の光にくらんだ目には見えんのか。あれよのう、一松。あ、もう普通に呼ぶんだ。よかろう、我が新たな家族を見せてやろう。カモン、家族。え、どこ？よく見るのじゃ、お前の足元に。足元？どこ？いや、だから、ほら、そこの、あー！ダメ！踏んじゃダメ！我が家族！え？家族ってまさか、この虫？虫ではない！我が大事な家族じゃ！ミミズだって、オケラだって、アメンボだって、みんなみんな生きているのじゃ、虫けらなのじゃ！虫けらって自分で言ってるじゃん。ほら、もう家族いなくなったから帰るよ。まだだ。まだわしの家族はおる。コウモリとかだろ？違う！じゃあキノコ。キノコはもう食べた。コケ。コケも食べた。カビ？カビも。マジで。おそ松兄さんの胃袋だけは尊敬するわ。胃袋だけ？え？他にある？尊敬できるとこ。ああ、ないね。だろ？さあ帰るよ。やだやだ、帰らんもん。おそ松兄さん、いい加減怒るよ。わしには家族が。ミミズとオケラとアメンボとコウモリとキノコとコケとカビの家族だろ。違う！あれはまだわしがここに閉じ込められたばかりの頃、目と乾きに苦しんでおったわしは、新たなキノコとコケとカビを求めて穴を掘っておった。来る日も来る日もわしは掘り続けた。なんで下掘ったの？その努力を上に向けたら出られてたんじゃない？え、そうなの？気づかなかったな。まあ、いっか。来る日も来る日も、そしてある日、ついにわしは巨大な洞窟を掘り当てた。その奥には、奥には失われた地底帝国があったんじゃ！
栄えるよ。本当？本当にやったの？信じて。やっぱカビ食べたのがまずかったんだな。本当に地底人の皆様がいたのよ。はいはい、いたいた。こうなったら、え？うわぁ、何この展開。どこまで行くの？うわぁ、よくこんなに掘ったな。さすがおそ松兄さん、奇跡のバカ。うわぁ、眠。うわぁ、すや。うわぁ、ついた。ついた。見よ、ここが我が地底帝国。へえ、本当にあるんだ地底帝国。地球の中ってこんな風になってんのか。あれ、誰か来た。すごい人数に取り囲まれたけど、死ぬの俺ら。ここに住んでる地底人の皆様、ほら見てみて。あ、で、え、旗におそ松兄さんの顔が描かれてる。いろいろあってわしここの王になった。そのいろいろのとこすっごい気になるんだけど。うん、ほらわし占い師じゃん。え、そうだったっけ。なんとかここの人たちと仲良くなろうとして、とりあえず適当にどんどん占ってみたわけ。今後とも朝日が昇ることはないでしょうとか、明日の降水確率は 0% とか。ああ、それ占いじゃないんじゃ。そしたらさ、なんかすっごい当たっちゃって、気がついたら王様になってた。すごくね、すごくね。王様って気象予報士よりも簡単になれるんだ。いいよ王様、食べ放題飲み放題、夢の働かずして食っちゃねライフを満喫。地上ではニートだったこのわしが、地下じゃ王様。それ地下でもニートだから。ちょっと反対勢力もあって暗殺とかされそうになることもあるけれど、でも気にしない、大したことない。なんか矢飛んできた。現在進行形で暗殺されようとしてない？気にして。そこ大丈夫、刺さるまでは刺さらないから。刺さればいいのに。どう見てもクーデターとか下克上ってやつじゃないの。てかさ、ここの人たちなんで喋らないの。この俺ですら今回結構頑張ってたくさん喋ってるんだけど。無口なの。そういう問題？うん。だから何か伝えたいときは、こうやって、こうやって、こう。パントマイムで。なんて言ったの今。地底人ブチ切れてるけど。苔がないならカビを食べればいいじゃないって。魚でするね。ギロチン待ったなしだね。大丈夫。刺さるまでは刺さってる、ぶっすり言ってる。ねえ。おそ松兄さんの肌がっつり燃やされてるよ。わしがナチモリでマシュマロボディの愛されモテ王様だから。まあ近年稀に見るすごい鳥肌立った、死に至るポジティブ。むしろ尊敬するけど、これもう帰った方が良くない？へん、ようやく掴んだこのリア充生活、捨ててたまるかってんだ。リア充ってこういうんじゃないと思う。そっか、じゃあいいや。っていうか、もともとおそ松兄さんが戻っても戻らなくてもどうでもいいし、むしろ巻き添えで死にたくないし、残念なような残念じゃないような、全然残念じゃないけど、一応建前上残念だって言っておく。あ、でもやっぱり残念じゃないな。一抹よ、父さんと母さんに、そして残りの松たちによろしく伝えてくれ。兄はリア充の星になったと。ああ、別の意味で星になりかけてるけど。あ、兄さんのハムカツ食べていい？ハムカツ？夕飯の。え？そろそろ夕飯だから、あのクソ兄と呼んでこいって母さんが。え？おそ松兄さんがここに閉じこもってから30分しか経ってない。え？30分でよく穴掘って地底人の王様になったね。そんな、まさか、今日の夕飯がハムカツだなんて。そこなんだ。帰る！地底帝国は王様なんでしょ？矢とか危ないからもうやめる！アメンボとコウモリとキノコとコケとカビの家族は？ハムカツの方が美味しいから帰る！やっぱ家族じゃなくて食べ物じゃん。いちまつ！ほら行くよ！ハムカツ、ハムカツ！でも、
なんだかんだで一瞬でも帝国の王になったことはすごいよね。さすが奇跡のバカ。やっぱ才能だよね。隠れた才能ってやつ。こりゃ地上でも王様目指しちゃおっかな。占いネタあれだけでいいの？タイトル詐欺っぽくね。それ今言うかな。